ようこそ、逆再生して管理のハーフィーです。本日も動画をご視聴くださり誠にありがとうございます。今回の動画はですね、僕なりの観点から覚えておいてほしい薬局ワードについてご紹介していきます。突然なんですけど、医薬品関係者の皆様、薬局内でこれどういう意味なんだろうと理解不能な言葉耳にしたことございませんか？新卒薬剤院の時の僕はこれが結構あって、なんとなく意味はわかるんだけれども、自分の口からは明確に説明することができないような単語がいっぱいあったんですよね。なので今回は薬剤師業もしている中で飛び交う言葉であったり、薬歴とか処方箋に記載されてくる略語についてご紹介していきます。特に4月から調剤薬局の薬剤師として働かれる方にはおすすめの動画になっているかなと思います。かゆいところに手が届くような動画にしていけたらなと思いますので、皆様応援よろしくお願いします。それでは本日も行ってみましょう。 On your mark。それでは早速中身に入っていきますね。覚えておいてほしい薬局ワードを一つ目がゾロとかゾロ品になります。これ僕最初に耳にした時、麦わらの一味しか思いつかなかったんだけれども、後発音とかジェネリックの意味がありますので、皆さんお間違いのないように覚えてほしい単語でございます。でこれどういう時に耳にするかっていうと、疑義紹介の時ですね。ベテランのドクターがよく発言されたりします。シチュエーション的には処方箋の内容が先発品で記載されて変更負荷のチェックが入っている時とかですね。これ薬局に在庫がない場合とかは、患者さんの了承の下でジェネリックで調剤したいんだけれども、ジェネリックで調剤するには疑義紹介が必要なんですよ。この時にドクターに対して、流通の関係で在庫がないのでジェネリックの調剤させていただいてもよろしいですかと、聞いた時に、じゃあゾロでと言われた時が僕ありまして、ゾロってなったんですよね。なので皆さんには僕と同じ思いをしてほしくないということで紹介させていただきました。ということで、覚えてほしい薬局ワード一つ目がゾロでした。それじゃあどんどんお次いきますよ。覚えておいてほしい薬局ワード二つ目が併売品でございます。これ定義申し上げると、同じ有効成分の医薬品を異なるメーカーが異なる名前で販売していることでございます。わかりやすい例で言うと、成分名アムロジピンのものですね。これ先発品が2種類あって、アムロジンとノルバスクっていうのがあります。まあこのような感じで共同開発された医薬品に関しては先発品が2種類あったりするので注意が必要です。でこれちなみになんですけれども、処方箋に先発品の記載、例えばアムロジンと記載してあった時に、ドクターの疑義紹介なしにもう一方の先発品ノルバスクに変更することはできないということになります。でこれ先発品同士なのに、なんで勝手に変更することができないのって思うじゃないですか。僕も新人の時に思ってこれ調べてみたら、先発品同士でも添加物であったり薬価が違うわけなんですよ。まあ、このような理由から勝手にね変更することができないと推測することができました。よく1店舗でしか働いてなかったりすると、併売品って大体どっちかしか在庫してなかったりするんですよね。このような場合の時にヘルプとか言ったりすると、成分名はわかるんだけれども、先発品名を聞いた時に、ん？何その薬ってなったりするんで、この併売品の存在っていうのを知っておくっていうことだけでも重要なことなんじゃないかなと思います。ということで、覚えてほしい薬局ワード2つ目が併売品でした。それではお次やっていきますね。覚えておいてほしい薬局ワード3つ目が霊媒でございます。これ先ほど紹介した併売とね言葉が似てたりするんですけれども、定義を申し上げると、医療用医薬品を処方箋なしに販売することでございます。そんなことできるのって思われる方いらっしゃるかと思うんですけれども、できるんですよ。実は医療用医薬品って大きく2種類に分かれていて、処方箋医薬品と処方箋医薬品以外の医療用医薬品に分かれてるんですね。でこの後者の方が処方箋なしに販売することができる医薬品になってます。まあイメージ的には、処方箋に記載されてくる医薬品の中でも歴史が長くて信頼性が高いような医薬品が霊媒をすることができます。まあ霊媒薬局とかもねあったりするんで、ここはね知識として覚えておいた方がいいんじゃないかなと思います。ということで、覚えておいてほしい薬局ワード3つ目が霊媒でした。それでは次なんですけど、この言葉は薬局内で飛び交う言葉になります。僕が覚えておいてほしい薬局ワード4つ目がカマになります。これ皆さん最初聞いた時どう思いましたか？僕はもうカマっていう感じだったんですもう何の意味か全く分からなかったんですけど、これ酸化マグネシウムって言って、お通じのお薬の意味を指します。酸化マグネシウムっていうね単語が長いので、これカマにね省略されてると思うんですけれども、よくね薬局内で調剤するときに、ちょっとカマ取ってみたいな感じで言われると思うんで、その時は皆さん酸化マグネシウム取っていただければなと思います。でこれ酸化マグネシウムね、これで終わらせるとちょっと寂しいんで、薬に関する知識が3つあって、1つ目が乳キノロン系とかテトロサイクリン系の抗生物質とキレート系
形成してしまう関係で相性が悪いっていうことですね。服薬治療の時にはこのような抗生物質を処方されている場合は、カマのね、服用時間を少しずらしていただく、まあ基本的には2時間以上ずらせば大丈夫かなと思うんですけども、患者さんに説明してあげてください。そして2つ目が、妊婦に対しても安全に用いていただける医薬品っていうことですね。よく妊婦さんの便秘症状に対して処方される薬なんだけれども、その時に患者さんからね、妊婦の人にもこれ使っていいんですかと聞かれることがあります。やっぱり妊婦さんとかって医薬品に敏感なところがありますので、そのような場合でもね、この酸化マグネシウム処方された場合には安全にご使用していただきますよと伝えていただくのがいいんじゃないかなと思います。そして最後3つ目が、調剤の時ですね。特に一方化の時にこの酸化マグネシウム注意が必要です。だいたい一方化のパックの中にこれ入れないね、種類の医薬品になってきます。これは患者さんによるんだけれども、お通じのお薬って自分で量を調節している方って結構多いんですよ。継続的に一方化をされている方に関しては、この酸化マグネシウムを一方化に入れるかどうかっていうのは間違いないと思うんだけれども、新規の一方化される患者さんに対しては、便秘薬がね、普段飲まれている場合はこれ一方化に入れますかどうしますかと、聞いていただくのが非常に重要なことになってくるんじゃないかなと思います。ということで、覚えておいてほしい薬局ワード4つ目がカマでした。それでは皆さん、ここまで4つ紹介してきましたけど、どうですか？知ってる言葉、知らない言葉ありましたか？他にもあったら教えていただきたいんですけど、ここから先はですね、アルファベットシリーズということで、まあ、薬歴であるとか処方箋に記載されてくるような略語についてご紹介していきます。3つ最初一気に言っちゃいたいと思います。まず1つ目が GE ですね。これ結論申し上げると、ジェネリック、後発品っていう意味になりますので覚えておいてください。で、もう1個似てる単語が AG ですね。これはオーソライズドジェネリックという、で、まあ、日本語に直すと許諾を受けたジェネリックということで、先発医薬会社から、まあ、了承を得た上で認められている後発品になります。これはAG に関しては僕前に動画を作っているので、そちらの動画見ていただきたいんですけれども、簡潔にこの AG 申し上げると、先発品と名前だけ違ったような後発品になりますので、患者さんにとってね、まあ、使うに越したことはないような医薬品になっておりますので、ぜひですね、この AG の存在っていうのを広めてほしいなと思います。で、お次3つ目が SE ですね。これサイドエフェクトということで、副作用という意味があります。で、今紹介したこの3つの単語 GE、AG、SE っていうのはどこで目にするかっていうと、まず1つ目は、患者さんから処方箋をもらった時にジェネリック OK ですって言われた時に、処方箋に GE OK みたいな感じで書かれたりしますね。それを見て薬剤師さんは、まあ、ジェネリックで調剤したり、薬歴においてはソープ形式の A の評価のところに SE なしと記載があったり、あとは申し送りの欄の時に次回 AG へ変更みたいな感じで書いてあったりするんで、皆さん目にした時はですね、理解できるようにしといた方がいいんじゃないかなと思います。で、とりあえず、まあ、アルファベットで訳される、3つの単語 GE、AG、SE でした。それではここからラストスパートで、アルファベットの略語を全部で6つ紹介していくんですけど、ドイツ語と英語シリーズになります。まずは用法に関するところ3つありまして、1つ目が VDS ですね。これは就寝前という意味なので皆さん覚えておきましょう。2つ目が NDE です。これが発音ナハデムエッセンっていうらしいんですけれども、よく PC とかって書かれたりもするんですが、パーソナルコンピューターとかではなくて、2つとも食語という意味があります。そして最後3つ目が VDEですね。これは AC とかって書かれたりもするんですけども、何かのコマーシャルとかではなくて、2つとも食前っていう意味になりますね。今紹介した3つの記載方法っていうのは最近は減ってきているんだけれども、どうしてもこう処方箋に対してコンピューターでの入力のシステムっていうのが導入されてないところだと、手書きでこういうのが書かれてきたりするんですよ。たまにね、こう判定が難しかったりするんですけれども、とりあえずね、この3つの用法の記載方法があるよっていうことを皆さん覚えておいていただければなと思います。ということで、用法で覚えてほしいアルファベット3つが、VDS、NDE、VDE でした。それではドイツ語英語シリーズ最後3個なんですけど、まず4つ目が TD ですね。これ発音はターゲス動線って言うらしいんですけれども、処方日数を表しておりますので、まあ、数字 TD ってあった場合は処方日数を表しているんだなと理解していただければなと思います。そして5つ目が DO ですね。これも皆さんね、聞いたことあるんじゃないかなと思うんです。
ですけれども、まあ、継続処方って日本語で言うと意味があったりします。ドクターが書いてくることはほとんどないと思うんだけれども、監査をした薬剤師さんが違うね、薬剤師さんが投薬する時のために分かりやすく do って書いてくれたりしますので、まあ、こちらのね記載を見た場合は、あ、前回と一緒の処方なんだと理解できるようにしておいていただければなと思います。そして最後6つ目がOTP ですね。これは英語でワンドーズパッケージの略なんですけれども、一方化という意味でございます。一方化をする方だと一方化の指示っていうのが必要で、医薬品の下に書いてあったり備考欄に書いてあったりするんですよ。その時に ODP って書いてあったりします。でこれを初めて見ると ODP って何やねんってなったりするんで、まあこれは一方化っていう意味っていうのをね理解しておいていただければなと思います。ちなみにこれたまにあるんですけれども、 ODP の記載の文字がすごい小さい時があるんですよ。これ僕も経験があるんですけれども、備考欄の ODP の小さい文字見逃してしまって、患者さんにヒートで準備してしまったんですよね。でその時に患者さんに指摘してもらって一方化を作り直したっていうね失敗をした経験がありますので、皆様もここは注意喚起ということでお伝えさせていただきます。ということで4から6個目が TD、DO、ODP でした。はい、皆さん本日もここまで見てくれてありがとうございます。今回の動画では覚えておいてほしい薬局ワードについてお伝えいたしましたが、いかがでしょうか。やっぱりどの職種もそうだと思うんですけど、働いている人にしかわからない単語とか略語ってあったりしますよね。今回の動画が薬品関係者の業務効率化にね少しでもつながれば僕は嬉しいです。今後もこちらのチャンネル薬剤師のオフィスでは、薬学生であったり薬剤師の方に対して有益なコンテンツを発信できるように頑張りたいと思いますので、応援よろしくお願いいたします。また僕はフリーランス薬剤師に特化した人材紹介会社株式会社 T ハーフ運営しておりますので、薬局の経営者様、薬剤師様、興味ある方いらっしゃいましたら、概要欄にリンク貼らせていただきますので、お問い合わせお待ちしております。ということで本日の動画いいと思っていただけた方、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。お疲れでした。